ラブリー超ラブリー皆さん、すごいテープになっちゃった、やばい、ゆかりお姉ちゃんのやつになっちゃった。今回はですね、私 あのフィギュアスケートの衣装をちょっと一部ね紹介していけたらなというふうに思います。多分持ってるもので言ったら50着ぐらいあるかもしれないので、その中から今日は 1,2,3,4,5,6,7 7着をエピソード踏まえて紹介できたらなと思っております。オリンピックで着た衣装です。これは浅田真央さんのお下がりです。はい、この衣装が大好きだったので嫌だったけど先生が変えるって言うから変えたっていう。じゃじゃん、こちらの衣装こんな感じ。後ろはこうガバッと背中が開いてるんですけど、これは YouTube でも、出てもらったゆかりお姉ちゃんの Taylor for Taylor っていう曲を使った時に、着た衣装です。で結構この衣装は私の中でもお気に入りの一つで、すごい繊細で細かいんですよ。なんかここら辺のストーンはボンドでついてるんですけど、この縦長のやつとかは糸でついてて、すごい細かくてすっごく綺麗。なんかちょっと羽チックな感じもあるじゃないですか。後ろ見ると下の方がちょっと緑っぽくなっててグラデーションになってるんですけど、これも衣装さんが色を染めてくれて作ったもので、これはファンの方から桜餅って呼ばれてました。でもね、結構この衣装の時はすごく自分の中でもいい思い出が多くて、大須のスケートリンク行くとリンクのもうど真ん中のところに大きく私と真央ちゃんとみどりさんとしょうまの写真が載ってるんですけど、その時に載ってる衣装はこれです。はい、結構お気に入りの一つです。高校2年生の時の衣装です。すごい、結構長い。長いですよ。丁寧にしてるから残ってるの。いや、私めっちゃ丁寧じゃないですよ。ぎゅうぎゅう詰めにハンガーで入れてやったりとかする。さっき普通にご自宅のクローゼットが出てきてびっくりしたんですよ。まあそんな感じで保管してます。さあ続いてこちら、これは大会では着たことないんですけど、アイスショーの時に何回か着たことがあって、これは浅田真央さんのお下がりです。はい、お下がりシステムあるんですか。あるんですよ。なんか山田真知子先生の門下生は結構お下がりなんか文化があって、譲り受けてからずっと使ってるので10年以上は使ってると思います。10年で体型変わんないのすごいと思うんですよ。いや、だからギリですよね。ギリギリギリでやってますよ。伸びるからね。あ、そうなんですね。 4A、8A でやってるんで、じゃないと動けないから、だからちょっとぽっちゃりしても意外と切れます。シンプルで動きやすいので結構私は好きです。あと綺麗に見えるんですよ、体のラインが。でもそういうのもすごい衣装が大事なので、なんか細く見えたりとかラインが綺麗に見えるように工夫して作ってます。続いてこちらはもう本当にメモリーの一つです。オリンピックで着た衣装です。思い出としてはこの衣装もそうなんですよ。この衣装全然違うじゃないですか。でオリンピックの時に私は直前2週間前に曲を変えてるんですよ。曲を変える前の時の衣装だったのがこれなんですよ。で変えてこっちに変わったんです。だからこの2つはオリンピックシーズンに着た衣装で、すごく思い入れのある衣装なんですよね。こっちはね、なかなかジャンプとか滑るタイミングが曲に合わなくて、でもすごいスイングの曲だったんですよ、アップテンポな。だからこういうちょっとポップな衣装になってるんですけど、これもね結構私の中では思い入れが強くて、なんかリベンジしたいなと思っている曲の一つです。これはなんか以前高校1年生あ高校2年生か高校1年生の時に使ってた音楽を再びこの時使ったんですよ。で高校生の時に使った時は紫がベースだったんです。そうで再び使うっていうことで同じデザインで色だけ変えたので、これ結構ね仮縫いが超大変で、これ見てもらうとここの線がね一枚一枚縫ってあるんですよ、ベースに。はあ、本当だ。切れ端を何個も持ってきてもらって、ただ何もないレオタードに
一個一個安全ピンで模様をつけてって塗ってもらってるんですよ。このラインはこうでこうでってこうやって見ながらこうつけて見ながらつけて、パーツも多いんですけど立ってなきゃいけない時間が5時間ぐらいあってもう本当に大変だった。もう大嫌い仮縫いの時間で、この曲に変えたおかげでオリンピックにも行けることができたので、この衣装はすごく思い出が深いんですけど、曲を変えて衣装も変えるっておっしゃったじゃないですか、うん、どうやって衣装決めるんですか？衣装は選手の時はコスチュームの先生と山田真知子先生で大体デザインを決めてたって感じですね。なんかあんまり私の意見を反映されたりっていうのはなかった。でも今は自分でデザインしてます全部。あ、そうなんですか。はい、もうこういうのを作りたいって言って、でコスチューム先生と直接やり取りして作ってもらったりとか、生地も自分で見に行くこともあるし、ストーンも自分でつけることもあります。すごいですね。そうなんですよ。自力で作ってるんですか？自力で作ってます。コスチュームの先生って言ってたのはもうフィギュアの衣装の専門の方と思う。いや、結構ね、ウェディングドレス作ってる方もいたり、そのダンス、社交ダンスとかも作ってる方だったりとか、アイドルの衣装作ってる人もいたり、最近だと伊藤さんっていう方がすごくスケーターの中で人気なんですけど、その方が作ってくれたのがこれです。この衣装も結構色とかもこだわって、やっぱこの衣装が私好きだったんですよ、最初に紹介したこの衣装が。だからちょっとそれに似てる感じにしたくて、あのグレーが入ってたりとかするんですよ、この辺に。確かに。そうだけど、もう少しなんかショーよりこうライトが当たってキラキラ光るやつが作りたくて、ストーンたくさんつけてもらいました。後ろもね、背中が綺麗に見えるように工夫して作ってもらって、このラインを。へー。そうで、スカートはなんかあんまりこういろいろつけたくなかったんで、透けてもいいから1枚で作ってもだから、レオタードのこの中のやつがパンツの部分が見えちゃうんですけど、でもそれでも綺麗に見えるように。続いてこれにするか。じゃじゃーん。これもオリンピックのシーズンに着てたやつで、これフリープログラムで着てたんですけど、オリンピックは違う衣装着たのかな。そう、嫌だったんですけど、私はこの衣装が大好きだったので。嫌だったけど先生が変えるって言うから変えたっていう感じこの衣装の時はいつも出来が良かったの。だからそれこそ四大陸選手権優勝した時もこの衣装で、なのになぜか変えろって言われたから変えて、あんまり良くなくなったっていう、私のなんかジンクスっていうかあるんですけど。曲は変わらずに衣装だけ。そう、よくそれもやってました。そういうこともあるんですか。やっぱ後半に向けて衣装新しくするっていうことは結構マチコ先生がやりたくてやってることが多くて、なんでワンシーズンで4着ぐらいですね、作ってるのは。へえ。試合の時はすごい、なんだろう、神経質になってるので、スカートがちょっとでも長かったらジャンプの時に振られる感覚がしちゃってダメだったんですよ。へー。そう、だからできるだけ広がらないようにタイトになるようにっていう風に作ってたんですけど、プロに転向してからはどちらかというと綺麗にスカートが見える方がいいなっていうことで、ボディはそのままでスカートだけ長くつけ直してるんですよ。そんなにデリケートなんですね、やっぱ飛ぶ時。そう、なんか気にしない人もいるんですけど、私は結構気にしいだったので、もう例えばタンゴとかでスカート斜めにしたいとか絶対無理だった。もう右だけ長い方だけが引っ張られ、ジャンプ飛んでる時に引っ張られてるような気がして、感覚がやっぱり左右対称が一番だったんで、もう短くてタイトっていうのにしてました。ラストです。こちらもね、スカートをリメイクしてるんですけど、これはさゆりっていう音楽で滑った時、さゆりっていう映画の音楽で滑った時の衣装なんですけど、この時私ベリーショートだったんですよ、髪の毛が。だから裏話をすると、振り付けの時に先生がやっぱさゆりって日本の舞妓さんのお話なんで、なんかイメージが湧かないって言って振り付けすごい悩みながら作ったのを覚えてるんですけど、実はこれロシアのミレーナさんっていう方にお願いして作ったんですよ。ミレーナさんは結構浅田真央さんとか数々のトップの選手の衣装も作ってきてる人なんですけど、仮縫いゼロです。え？そう、採寸だけ、その寸法だけ送ったらもう完成したものが後日送られてくるみたいな感じで、ほらここにタグがついてる。
ミレーナ、ロシアの。本当だ。面白いのがやっぱりこの生地の使い方っていうか、この辺とか筆で塗ってるんですよね、この辺の色。本当だ。そうだから、なんかそこがすごい面白いなって。このモチーフとかもやっぱりなかなか日本では見ないなっていうものが多いので、すごいですよね。なんかさゆりだから腕がちょっとだけこういう風に開いてるんですよ、あの着物とか浴衣みたいな。スパンコールとかすごいついてるから洗えないじゃないですか。そうなんですよ、みんなどうしてんだろうと思って。え、かのちゃんどうしてるんですか。でも洗ってないから多分汚いですこれえ、みんなどうしてるのかなと思って。もう多分クリーニング。あ、でもそうすると色落ちしちゃうし、染めてるから。どうしてる衣装の匂いするどうしてんだろうね。もし皆さん知ってる方いたら教えてください一回パパがちっちゃい頃、私の衣装を洗濯しちゃって知人でママにめっちゃ怒られてる時があってどうすんだもうすぐ試合なのにとか言って、ママがめちゃくちゃパパに怒っててそこからちょっとコスチューム洗うっていうことがトラウマです絶対高いじゃないですか。そうです、1着30とか普通ですからね。だからママとかがストーンだけつけたりとかする時もあったし、節約して。へー、もしなんかこの衣装気になるよとか、もうちょっと見たいよっていうのがあったら教えてください。結構雑に保管してるのでその言われた衣装があるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけどシーズンも始まってくるから衣装を気になったりする方もいると思うんですけど、よかったらちょっと違った角度の目線でスケートも見てみてください。では